さあ遠く離れた日本、石垣島からフェリーで1時間揺られ、西表島の今日は物価を皆様にご紹介したいと思います。フェリーに乗る前にお友達が、でも石垣島から1時間だけどそんなに高い高いって言ってもそんなには変わらないでしょうと、その言葉が気になりまして、皆さんにどのぐらいの物価のものなのかちょっと見ていただきたいと思います。ちなみに西表島の食材は、石垣までが本島から飛行機、石垣から西表島までがフェリーという、どうしても運賃がかかっている上に高くなってしまうこの西表の物価でございますが、安く旅に行きたい方はなるべくお家から持って行かれるのがいいんではないかなと思いますので、ぜひ参考にしていただけると嬉しいです。では最後までどうぞ。そして役に立った方はぜひ最後いいね、チャンネル登録お待ちしています。キャベツ500円ですね。キュウリ2本で400円です。まあここの島はね本当に貴重なんですよ。400円です。こちら万能ネギ480円です。ネギもなかなか買えないんですけど、島ネギ高っって書いてあります。なかなかお高いので、いろいろ食べるのにご飯作るって言っても結構お金がかかるんですよ。なのでこちらに来て上手にご飯食べるならこの八重山そばを、まあ、炒めるとかスープとかうまいこと味付けてもらうと安く上がるかなと思います。はい、ここら辺は人気のクール石垣島、これなんかちょっと初めて見ましたね。元気牛乳、坊やがかわいい。これはこっちの石垣さん記入ですね。320円。宮平345円。向こうであるような味わいだより、これは249円。うちの近くだと180円ぐらいかな。あ、これいいな。ここで買っていっても飲めないけど250円、安いですね。さすがに地元のやつですね。というわけでね、何でもかんでも高いんですけど、冷凍食品見ていきましょう。こちらハンバーグが3パーして、お米は、味の素の冷凍餃子が420円。なかなか食べられないですね、こっちの人。鶏むね肉が392円。バチバチに冷凍されています。でもこの鶏むね肉は私の愛知と変わらないかな。島暮らしした時のね、想定を肉まんが江村屋2発400円。枝豆は枝豆528円もして高い。こんな感じですね。物価調査、久しぶりの物価調査だね。水がこれが118円。コーラパイナップル味129円。
でいきましょう。お弁当は今日は日替わり弁当が630円、前より1割2割だったんですね。ホットプレートにするんだったか。というわけで今日お昼ご飯をここで買っていかないといけないのですが、何を食べる？中止？やっぱり中止？これは昨日食べたジューシー、美味しかったです。これはビバーチリ、ちょっとこちらのなんていうんですかね、島胡椒ですね、入ってます。ピリッとピリッとしてます。こんな感じで、このお惣菜はですね、朝一買わないとなくなります。はい、お菓子見ていきましょう。チョコパイ、これ税込みですね、429円。ポテチは378円、高いですね。酒見ていきましょう。酒、さすがここら辺はヤイマ、これは琉球泡盛ですね、2140円。お得、持って帰れませんけどこんなの、ね、これ2090円、こっちが2340円です、ね、まあここら辺紙パック入りが持ちやすいですけど、まあこの辺りが泡盛のコーナーです。これが幻の八重線かな、ん、幻これかすいません、ちょっとガセネタ挟んじゃったかもしれない。最近飲まないのでよくわかんないですけど、まあこんな感じでお値段が出ております。そしてこういうもの忘れてくると高くつきますよ。皆さん念のためお持ちください。これで800円です。大変です。はい、こんなだけは本当に腐るもんじゃないので持ってきましょうね。いつも思うんですけど、猫の餌とか、猫の餌買って飼う人がいるんだなと思ってちょっとびっくりですね。こっちでもね、うん、こういう沖縄のお線香とか、ね、こういうの見ると本当、ああ沖縄来たなと思います。はい、これ知ってますか皆さん。これはご先祖様にお墓とか、お仏壇にお供えして、あの世に行かれた方が向こうでお金に困らないようにという、守り札って何て読むんだろうかな、この紙銭これ163円です、ね、お金のマークがついてますね。これお金です。まあちょっとざっとこんな感じで、1人は220円です。はい、今日はスーパー玉森からこの西表島のお値段を見てみました。キャラメルコーンが130円、なかなか、お土産は、これはね、ねえねえ、ここはあれですね、この近くの作家さんのやつですね、新作のやつ、かわいい。おおおお、ここお土産いいですね。マンゴージャムとか美味しそうでかわいい。パインマンゴージャム702円、美味しそう。あれポチ袋3枚で220円、かわいい。今の時期は結構ね、この黒糖クッキーとかは今ね、美味しいの出てるそうですよ。ゲットのお茶もどんどん美味しくなってきてますね。はい、
こんな感じで、卵が10個で346円です。昨日も思ったんですよね、油類はすごい高いんですよ。700円しますけど1本、これやっぱ持ってこれないかな、高くてもしょうがないですね。以上でございます。